日法は、戦車砲として、第二次世界大戦中期の戦車にも搭載され、アメリカ軍も M157mm 砲として、正式採用し、ライセンス生産を行っている。日本土法が遠くないうちに陳腐化するであろうと、考えたイギリス陸軍は、1938年により、大口径の対戦車砲の開発を開始し、1940年には法本体が、完成したが、 砲がの完成は、翌1941年にまでずれ込んだ。当初は、QF ニポンド砲を随時更新していく予定であったが、フランスにおける戦いで敗北したイギリス海外派県軍は、ダンケルクから撤退する際に重火器をほとんどすべて放棄しており、ドイツ軍のイギリス本土上陸に備えた軍の再編成が優先された結果、ニポンド砲の生産が継続され、 6ポンド砲の生産開始は1941年11月、配備開始は1942年5月まで凍結された。QF6 ポンド砲の砲側は、ごく一般的な二脚式砲足を使用している。初期生産型の砲身長は、生産性の高い43口径であったが、ドイツ戦車の装甲強化に伴って攻撃力を強化するため、マーク4からは、 マズルブレーキ付き50口径の方針を使用するようになった。しかし、ティーガー i イ重戦車やパンター中戦車には、正面からでは、近距離からでないと立ち打ちできなかったため、さらなる性能向上回収が計画されたが、極端な重量増加や、性能向上効率の低さから、1943年1月には、すべての計画が中止された。 QF2 ポンド法と同様、対戦車法は戦車のみを相手にし、不評等の難目標は、対象外との英軍のドクトリンに従って、当初、砲弾は、鉄鋼弾のみしか用意されず、榴弾は1943年に、ようやく開発配備されている。QF2 ポンド法のリトルジョーンアダプターと同様に、口径を4 2 6ト、mm、ルに下げる、スクイーズボアアダプターも開発されたが、 実際に使用されることはなかった。その代わり、1944年からは、高い装甲貫通力を持つアップズ弾の供給が開始された。1943年2月には、より強力な17ポンド砲の部隊配備が開始されたが、QF6 ポンド砲も軽量であることから、朝鮮戦争や第二次中東戦争でも使用され、1960年に、 退役するまで運用が続けられた。イギリス軍においては、気候師団や不評師団の対戦車砲連隊で運用されたが、後には、不評大隊の対戦車小隊に6門を配備する方式に改められた。1943年には、北アフリカ戦線で M337mm 砲が、 役に立たないことを痛感したアメリカ軍も QF6 ポンド砲を m 1 5 7ト、mm、ル砲として正式採用し、主にイタリア戦線や西部戦線で使用したが終戦と同時に退役した。イスラエル国防軍も同砲を保有しており、第一次中東戦争や第二次中東戦争で使用している。対戦車自走砲型である。 T48GMCQF6 ポンド砲は、対戦車砲としてだけでなく戦車砲としても用いられた。QF6 ポンド砲を搭載した戦車としては、クルセーダーマーク、3キャバリエ巡航戦車、戦闘マーク、アイアンドマーク、2クロムウェルマーク、I、3ラムマーク、2バレンタインマーク、8X チャーチルマーク、3& マーク、4が挙げられる。戦車以外にも、 ベッドフォード QL や CMP トラック、AEC マタドールトラックの荷台部分に QF6 ポンド砲をそのまま搭載したガン、ポーティが製作されている。マタドール仕様の車両はディーコン対戦車自走砲でこれは175両が作られ、他のガン、ポーティと共に北アフリカ戦線で普通のトラックに紛れて配備され、敵走行車両から 輸送部隊を守ったり、簡易自走砲として、機動戦で活躍している。また、アメリカでは、M3 ハーフトラックの荷台に、M157mm 砲を搭載した、T48GMC も量産された。これは、イギリス軍に30両のみ引き渡されたが、性能不足とされ、砲を撤去し、M3 ハーフトラックに戻されてしまった。しかし、 ソ連軍に、レンドリース供与された650両は SU、SU-57 と呼ばれ、1個大体あたり60両ずつ、3個大体で、独立自走砲旅団を編成し、ドニエプルとか作戦から実戦に参加している。バトルフィールド後、各マップに固定武器として置いてある。なお、オーダナンスは、英語の、砲の一般名詞なので正しくは、6ポンド速射砲と、 呼ぶべきものである。They are also practice rounds and blank r o u n d s h a t together with different combinations of propelling, charge.These were cartridges mark IT through two mark, e v e t and HV cartridges IT and IITHE shell mark I, h o y l and HE shell mark IIT, h o y l using the mark I'm case, h a t b i r d ローレーニングステン。 ロバート、ワールド・ウォー・ツー・バリスティックス、アーマー・アンド・ガンディー、オール・バニー、NY ・ USA、オーバーマッチ・プレス、ピアニッシモ、60、62、おくるく71143143。ありがとうございます。